はい、それじゃあですね、はい、結果なんですけど、肝臓の数字はね、この子13歳の割にはいいんですよね。はい、いつもいいですよね。はい、で、リパーゼも、まあ、安定してる、膵臓も安定してる。はい、で、腎臓の数字が高いんですけど、はい、ニアトロフィキストが 34.5、 ちょっとだけ高い。でも高いピーク 36.2 よりはがクリアチン、これは 2.89 でしたよね。はい、2.34 ちょっと下がった。うん、下がったんですね。でもまだ分かんないんで、まだ分かんないですね。この辺の行ったり来たりってこれはさまよってる感じですね。はいはい、それから脂質代謝の正常です。が電解質のバランスはナトリウムがちょっとだけ高いと、脱水してるということです。あ、脱水。はい、カルシウムは正常、リンも正常ですね。でもリンもさ、これ腎臓病のそのステージ3、はい、コンサートの3になるところが上がってきちゃいます。はい、それから血糖値が64、はい、ちょっと低い。はい、低い方なんです。そう、ちょっと低いね、気持ちね、正常ってここだからさ。はい、ただ10日ある部分、過去2週間の血糖値の平均はちょうどいいところにあるから、はい、まあ、たまたま低かっただけかもしれない。それから SA、これは炎症マーカーですね。正常です。から、これは、甲状腺のホルモン。まあ、1.54。まあ、正常です。から、おしっこは、あ、おしっこ今回出した。あ、出しないか。おしっこは今回なしで、はいはい、白血球は8600。まあ、数的には正常範囲ですね。はい、から、赤血球の数も一応正常範囲なんですよね。はいはい、でヘモグロビンも一応正常範囲だと。ヘマトクイート値37超えてるね。だから正常、これ37だからさ、37から45の間になるから、はい、うん、ここも微妙なところだね。 37.5 の時もあるけど、はい、5の時もありますんでね。一応今回は正常だけど、さっき脱水してるって言ったじゃないですか、はい、高い。脱水するとね、はい、これ上がるんですよ。あ、はい、見かけてる溶石だから、はい、まあでも一応正常範囲ですね。一応ここで血小板16万、これは低い、いつも低いよね。これまだでも16万なんだ、多い、この子にしたら多い方なんですけどですよね。はい、まあ、これが低いのはちょっとあの免疫力がちょっと弱いと。あ、はい、その脱水したっていうのは、そうそう、吐くから、吐くと脱水しちゃいますよね。成分も一緒に出ますんでね。はい、じゃあこちらね、はい、また正式をしたら出しますね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ夕方ね、はい、5時から7時、まあ6時から7時ぐらい、はい、それぐらいに迎えに、はい、来てください。